古城健次郎2代、古城健次郎2月28日から1948年2月6日は、大正から昭和前期の実業家、政治家、貴族院多額の税者議員、陽名、正七。熊本県熊本市古川城で、千維トンや、初代、古城健次郎の次男として生まれる。1909年熊本県立商業学校を卒業した。 1926年家督を相続し2代、健次郎を襲名した。1917年金カメリアスを買収し、1918年5月、金カメリアスを設立して社長に就任。1933年12月、持ち株、会社、古商工司会社を設立して代表社員となる。1934年2月、所有不動産管理などのため、 フルショート地を設立し社長に就任。その他、肥後無人社長、大麻蘇観光鉄道取締役、日清生命保険取締役、肥後銀行取締役、白木屋取締役、井筒屋百貨店監査役、熊本商工会議所顧問、熊本県商工経済会会頭などを務め、最盛期の関連企業従業員は1万人を超えるまでになった。また、 九州産業交通の創設にも参画した。1939年貴族院多学、納税社議員選挙で誤選され、同年9月29日に就任し、研究会に属して活動し、1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。この間、1943年2月、大政翼3会熊本県支部常務委員に就任し、 熊本県職業英団評議員なども務めた。その後、公職追放となった。ありがとうございます。